確かにやってん、やって、え、どう、やってない、やってない、やってなかった。あ、これが土日の罠か。ここ、ここ、どうやったの、ここ、ここめちゃくちゃうまい、うまい、ほら、やってないんだ、いい、このほら何個食うかを考えたわけよ。いや本当だね、10個か15個か20個か、これ20個だね、そもそも買えないっていう、そもそも買えないっていう、猫のスーラーを私は食べよう、残念、これが土日の罠だ。そう、こういうイメージだった、チーズ、あーなるほど、そうそう、これ美味しいよ、私あの冷凍するために家持って帰ったから、こんな感じ、これがいいかな、私ね、肉まん、小さい肉まんがあるから、はい、小さい肉まん食べたいな、うん、ね、なさそうなんだよね、なさそう、ここに焼いて持ってきてる臭いんだよね、そうだよね、ここに焼いてないもん、うん、まあ食べるかみたいな、小さいのどこだったこれぐらいが食べた、すごい、そうまだしちゃった、待って、つるつるだな、とすげえ。本当にそれがお肌になりたい、あ、違うんじゃない、何、確認を挟むやつ、嘘だよ、いや、開けたらあるよ、え、いや、まあ、お姉さんがね、おもむろにいたじゃらって教えました、これは確認を挟むやつっていう真実今つけられる気がするよ、本当、うん、そんな気がする、これ確認マンって書いてあったんですけど、確認を挟むんだ、これあー、そうですね、これはあ、多分外の外の分なんだ、確かにね、同じのやつも、あの枠がさ、全然違うところにあったわ中国語が難しいですから、日本語は全然違います、ありがとう、ありがとう、ありがとう、でも、あ、そうで、あげられますね、そういう形も、あ、本当だ、皆さん、今から確認を探しに行けば、確認マンが、そうね、確認を探しに行く旅が始まる、うん、肉が冷たいので湯気は出ませ ん, んでも美味しそう、美味しそうだな、美味しそう、いただきます、え、めっちゃ美味しい、ほんと、美味しい、この生地がすごい好きなんだから、これ正解だと思うよ生地だけを温かく食べる、あのね、551の、まあ551の話ばっかりしてるけどの、こういう生地ってなんか甘いんよ、ちょっとその感じとすごいそっくりなの、で中は台湾風だから八角の香りがして台湾の肉まんって感じ、美味しい、冷たくても美味しい、いきまーす、はい、あー具だくさんのゴロゴロが、湯気は出ませんだけど、すごいゴロゴロしてるやん、たけのこ肉まんだからね、いただきます、うん、辻さんの言う通り、ハムの生地は甘いんだけど、中は八角のいい香りがして、あとタケノコがね、いっぱい入ってる、うん、すごい美味しい、なんか異様にあったか、9元私は12元、これ9元だから、ちょっと薄めの角に入ってるのか、じゃあ中を割ると僕はグリーンダイム持ってないかな、ドライフルーツしかないですよ、どうですか、このあなたもこれで美肌にコンパクト、コンパクト化粧品じゃん、化粧品です、どうもこんにちは、あ、バコ今日も私かわいバコということで急に始まった美佐子さんの角煮まんの中身を探す旅、お相手はしじょ美佐子です、
角煮まんの中身って何がいいんですかね。具材がない。お刺身、お刺身私結構大事候補なんで、角煮まんにお刺身ってありじゃない、ないかな。あ、来た。これこういうことでしょ。ほんほんほん、100、半分、半分だけで半分、半分、1個100で、もうちょっとで、多いので、ちょっとだけ食べたい。え、OK なの？あああ、こんにちは。はい、回って。これ、はい、1個で100。でも、これ100円です、ね。そう、でも、多い。あ、多いです。から、半分で50はできますか？あ、少々です。はい。OK？ あ、OK だ、これ。OK、あ、よかった。先生、ごめんね。半分っていうのとか、携帯で撮ってるから翻訳ができなくて。あ、先生、ありがとう。やったー。これはね、絶対うまいよ。はい、戻りました。お帰り。よかった。え、なんか出る。はい、ちょっと交渉に時間がかかっちゃって、サイズがね、大きすぎたから半分で買いたいっていうのがね、ちょっと伝わらなかった。はい、こちら、こちら、じゃん。あー、なにこれ、豚じゃん。そうです、よく売ってる、こうなんか油身のさ、丸焼きみたいな あれの切ったやつで、はい、こちら50元で買ってきました。そうなんです、これを挟めばいい。なるほど、いいでしょ。挟もう。美佐子の大冒険から帰ってきた美佐子は、なんと先ほどのコンパクトに合う具を見つけてきた。これを今から創作していくのだ。いいじゃん、思うんじゃん、ほら、どう、具、やば。具のボリュームが、この具がいくらでしたっけ。50です。50元で、元のパンが9元だから、締めて59元。むずい。まあでも、まあまあのものが、まあまあなものだ。ハマーさんのやつが確か225ぐらいある。なかなかの高級パン。美味しそう、美味しそう。いただきます。いただきます。うん、想像通り。裏切ってこない、裏切ってこない。うまった。あの、こういうぬるぬるしたのは大丈夫であれば。もうこれあるから、想像通りな。約束されたリアクションが。あ、ほんと。ふいふいしてる。そうそうそう。油も多分全部煮出されてる。あー、これは。具を買ってきました。本当のことを言うと、これは他の耳側だ。あ、そうだよね。耳側かなと思ったの。なんかこのあんぺんと一緒にこうピーナッツの粉も入ってるの。いただきます。はい、どうぞ。うん、不思議な味。甘い。本当？うん、中の飴がねっとりしてるんだけど、ピーナッツ入ってる。
香ばしい。香ばしい。はい。